コンスタンティノス旧世モノマコスは、東ローマ帝国マケドニア王朝の皇帝。ロマノス三世アルギュロスの縁石。モノマコスは、聖で、孤独な戦士の意。中世ギリシア語読みでは、コンスタンティノス旧世モノマコスとなる。先帝ミカエル五世は、自身が神聖を行うために邪魔な存在であった、皇太后、ゾエを追放しようと図ったが、逆に捉えられて、 盲目にされた上で追放された。その後、ゾエが妹のテオドラと共に女帝として即位したが、二人は仲が悪く、うまく統治できなかったため、わずか二ヶ月後で二人は退位。ゾエが元老院議員であったコンスタンティノス・モノマコスと結婚し、彼を皇帝として即位させた。これがコンスタンティノス旧姓・モノマコスである。当時帝国内では、 文官官僚の元動委員議員と地方の軍事貴族とが対立していた。文官出身のコンスタンティノス九世は文官貴族を優遇し、官職を増やして官僚性を肥大化させ、財政支出を増加させた。さらにコンスタンティノスと添えテオドラ姉妹は社氏にふけて財政の困窮に拍車をかけた。軍事面では平農兼業の農民を納税者に変えて、 傭兵制を導入し、同時に財政難を補うために軍縮を推進したが、軍事貴族の反感を買ったばかりか、帝国の軍事力の低下を招いてしまった。また、首都の有力商人を元老院議員とした。これは、支配層に新しい地を導入することになったが、後に商人たちが国家に帰省する階層となってしまうことになった。他方、文化面では宮廷に、 ミカエル・プセルロスらの優れた人材を集め、宮廷を中心に、法学、文学、哲学が栄えた。1043年、EN、ラス、ビザンティンウォー。このようなコンスタンティノスの政策に対し、各地で、ゲオルギオス・マニアケスやレオーン・トルニキオスなどの、軍事貴族出身の将軍たちが反乱を起こし、帝国はさらに衰退してしまった。反乱は、なんとか鎮圧したものの、 1043年に南イタリアの守備を担当していたマニアケスが反乱を起こして死亡したために南イタリアにはノルマン人が侵入しイタリア半島の帝国領は失われていった。1054年、共に野心的であったローマ教皇レオ9世とコンスタンティノポリス総主教ミカエル1世、ケルラリオスとの関係が決定的に悪化。7月16日に フンベルトスーキ教が、ハギアソフィア大聖堂の宝座に、ミカエル一世と、その支持者に対する、破門状を置き、ミカエル一世も、民衆を先導して、皇帝を動かし、ローマ教会の使節団の破門を決定した。コンスタンティノス旧世自身は、ノルマン人の南イタリア侵入に対抗するために、両教会の関係改善を望んでいたが、意志が弱いコンスタンティノスは、 ミカエル一世を抑えられず、東西キリスト教会の分裂は深まった。このように帝国が混迷を極める中での1055年に病死した。ありがとうございます。